いやアンダオめっちゃ手震えたぜ。どうも芸人かけるプロスピエスでございます。吉本芸人大野たかりと申します。よろしくお願いします。ちょっと待って、これ何？え、このここ今僕タップしてるじゃないですか、左、あのダルビッシュ投手の左、ここにバットあるのって前からありましたっけこれ。え、これ何なんでしょう、これダルビッシュ投手だからかな。あれ、あごめんなさい、あ、丸さんのですね、ごめんなさい、すいません。いや、俺ここにバットがあって何なのかなと思って、バグかなと思ったんですけど違いました、ごめんなさい。今日はね、ちょっと気を取り直して、今日はあのリアタイはやんないです。さあ、ね、S ランク契約書をメイン、サバカ、西武、純正、3枚引いていきたいと思います。はい、で狙いの選手から、言っていくと、まずですね、僕的に、メインは、このヤクルトの山田哲人選手の、シリーズ2、やっぱシリーズ2が欲しいです。はい、まあシリ1でもいいですよ、別にシリ1でもいい、はい、正直シリ1でもいいけど、まあできればシリ2、はい、で、サブは、森捕手、はい、これはもうシリ1しか出てないんですけど、サブはもう森捕手が欲しいです。はい、で、西武純正ですね。西武純正は、まあ、おかわりくんが欲しいですね。はい。まあ、ごめんなさい。おかわりさん。いやー、言っちゃった。ごめんなさい。僕ね、おかわりくんっていうの嫌いなんですよ。なんでくん付けなんだと、年上の人に対して。僕はおかわりさんだということで、僕、田中将大投手も僕、まあさんって言ってます。はい。そのことはどうでもいいことということでね。山川穂高選手は、アニバで取ろうと思ってるんで、はい。なので、僕が欲しいのは中村選手ですね。はい。さあ、引いていきましょうか。早速ね、もう待っててもしょうがないんでね、引いていきましょうよ。まずメインからいきます。メインは、私立の山田哲人選手。お願いします。いやー、S ランク契約書マジワクワクすんなぁ。まあ、これで山田哲人来たらマジでね、山田哲人って呼び捨てしちゃってるけど、ね、まあさん、まあね、おかわりさんとか言っておきながらね、ごめんなさい、いきます、山田哲人来い、山田哲人、お、清宮くん、あ、これちょっと嬉しい。一応僕日ハムが自チームなんで、あれでも能力弱くない？あ、でもまあファーストか、なるほどね、清宮くん、僕年下なんで清宮くんのことは清宮くんって言ってます。はい、え、ちょっと嬉しいかも、マジで。うん、ありがとうございます。さあ、続いてサブですね。まあ、こっちはね、さっきも言った通り、森友哉捕手の S が捕手ですね。まあ、S の契約書、聞いていきたいと思います。やっぱね、キャッチャーがまだ A なんで、A の阿部捕手なんで、やっぱキャッチャー補強したい。で、誰かって言ったら森捕手。はい。シリ1で全然いいんですよ。S が欲しいんですから、お願いします。S のキャッチャー、森選手来い、頼むよ。いやー、石山大選手持ってる、まさかのかぶり、いや、これまさかのかぶり持ってるんすよ。いやー、サブは本当に何考えてんだよ。さあ、次西武純正ですね。最後ですね、メスラン契約書、まあおかわりさん狙いです。で、まあね、西武の選手が来てくれたらやっぱ嬉しいですね。はい、おかわりさん頼む、おかわりさんが来てくれたらめっちゃ嬉しいなぁ。お、青に光りましたね。西武の青ということでね、よろしくお願いしますよ。さあ、西武の青ということでよろしくお願いします。バレンティンとか他のアカウントだったらめっちゃ嬉しいじゃんマジかよ、バレンティンめっちゃ嬉しいじゃん。バレンティン西武でしたっけ、もう西武でいいんじゃないかなまあね、メインは清宮くん、サブは石山選手、そして、西武純正はバレンティンってことで、まあ、メインはね、良かったかなと思います。清宮くん、まあ一応ね、西山純正もやりたいと思ってるんで、このメインでね、やりたいと思ってるんで、徐々に集めてはいるんですけど、まあ良かったかなとは思います。で、西武純正ですね。西武純正は、確かに西武の選手が来なかったから、まあ、微妙ではあるんだけど、でもバレンティンは当たりですよ。はい、バレンティンは絶対当たり。あれはほんと他のアカウントだと嬉しかったし。まあ、よしとしましょうよ。問題はサブでしょ。ネタか。何考えてんだよ、ほんとに。
持ってる選手かいるともう被るとかマジ初じゃないかな僕。マジでちょっとねがっくりきましたね。まあミキさんにかけますよ。はい、ということでね、スランク契約書全部引かせていただきました。ありがとうございました。さあプロスピコロシアム今1位ですね。はい、まあねこの後どうなっていくのかで、西武純正もね今のとこ1位ですね。はい、なので抜かれないように頑張るだけで、もうあとは見守るだけですね。でサブの方はまあ多分7位ぐらいで終わりと思いますまあさすがネタかって感じですね。ということでね、本日の動画は以上となります。この動画良かったと思う方チャンネル登録、そしてグッドボタンもしくはコメントの方ぜひぜひよろしくお願いします。いや S ランク契約書はね毎回ワクワクしますね。嬉しいでございます。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。